シースター、大切なお知らせ。シースター S52 両バンドフィルターが登場。熱心な天体写真愛好家の提案を聞き、光汚染地域に居住するユーザーの大半を考慮し、シースター耐域波は O330 メートル、Hα20 ナノメートルの内蔵機能に、両バンドフィルターを追加しました。アプリ内で光汚染フィルターを手動で切り替えることができます。両バンドフィルターは、 素晴らしい光汚染削減能力を提供し、都市部の背景の空の輝きを大幅に抑制します。都市環境で真空の天体写真を撮るのに最適な選択です。レオバンドフィルターを使用する前と、後にシースターで撮影された M8 の比較サンプル画像を共有できて嬉しいです。T1、レオバンドフィルターを使う前、T2、レオバンドフィルターを使用した後、T3、 レオバンドフィルターカーブチャート7月末まで早割り価格でまだご利用いただけますこの素晴らしいオファーをお見逃しなく今すぐ購入して節約しましょう写真ナンバー1デュアルなローバンド光汚染フィルターシースター S50 を追加写真ナンバー2シースター S50 は UV-IR カット紫外線赤外線カットオフやダークフィールドフィルターインテリジェントシューティング 完全自動スイッチング。個人的な介入なし。フリー・ユア・ハンズ・ファーザー。写真ナンバー3。さらに、大半の星ともの提案を聞き、ほとんどのユーザーが、光汚染地域に位置することを考慮し、製品開発評価を経て、デュアルなローバンド、光汚染フィルター、待機幅、O330 ナノメートル、Hα20 ナノメートルを内蔵。デュアルース対抗汚染フィルターを、アプリで手動で切り替えることができます。 ダブルナローバンドフィルタリング。光汚染は強く、都市部の光汚染の影響を大幅に軽減することができ、都市部でのディープな空間撮影に優れた選択肢です。写真ナンバー4。以下は、ダブルナローバンドフィルターを追加した後に撮影したサンプルです。写真ナンバー5。天文学用語オンライン。ダブルナローバンドフィルター。ZWO。両バンドフィルター。主に、星雲 Hα と、 O3 バンドを通して、スペクトラムに使用され、その他の自然光汚染、月光や人工光汚染をブロックし、豊かな星雲のディテールとコントラストを再現し、全体的な映像品質を向上させ、都市的な深い空間撮影に適しています。写真ナンバー6、左サンプル、デュアルナローバンド、シースター S50、リアルショット、サンプルを追加せず、右サンプル、デュアルナローバンド、 シースター S50 リアルショットサンプルを追加こんにちは、すみやです。シースターがまた新しいフィルターの情報を公開しましたね。昨日の Facebook でデュアルパスフィルターを内蔵するということが公表されています。スタッフの一人が Facebook にも投稿していましたが、 DWO の公式サイトから Facebook にお知らせがありますという投稿がありましたねで。それで見てみると、日型星雲とか三列星雲とか、それから三日月星雲なんかの画像がもう公表されていましたね。で特に日型星雲の比較図があって、フィルターを使っていないデュアル パスフィルターを使っていない画像だとやはりベスペラのナローバンドパスフィルターを使わない時と同じように光成がかなり明るく映っていて星雲がちょっとねそれに埋もれる感じそれがデュアルパスフィルターを使うことによって光成の光が抑えられて星雲がくっきりと浮かび上がっている光 比較写真が出ていましたねそれから三列星雲も綺麗に恒星の光を抑えて写っていましたそれからかなり暗いと思われている三日月星雲もそれなりに写っていましたね日型星雲や三列星雲はどちらかというと明るい方なのであまり驚かなかったんですが三日月星雲はかなりね淡い天体なので ここまで映るのかっていうことでびっくりしましたね。解説では Hα 領域の赤い気線がちゃんと捉えられますよとか、O3 かな気線が捉えられますよということで、主に赤い色がくっきりとこの C スターで捉えることができますよっていうふうな解説がありましたね。Hα とかそういう赤い星雲がくっきりと浮かび上がるような フィルターになっているようです IR カットフィルターとこのデュアルパスフィルターとそしてダークフィルターとこの3つが内蔵されているようですからダーク補正を取ってでその後に IR カットを選ぶかそれともデュアルパスナローバンド系のフィルターを選ぶかという選択肢が出来上がったっていうことは非常に 注目すべきことですね。ベスペラがオプションのフィルターを発売するという情報が流れて30日発売ですから今日ですね。今日ベスペラのナローバンドパスフィルター、デュアルナローバンドパスフィルターが発売されるんですが、その前日にシースターがナローバンド系のデュアルパスフィルターを 内蔵するというふうに公表しているっていうのはすごい毎日のように新しい情報がね、錯綜する状況になってきています。やはり都市部においてはこの郊外カットフィルターの性能が星雲の移り方を大きく左右しますね。特に赤い色が基線として捉えられる今で言えば日型星雲とか三列星雲、さらには 三日月星雲なんかが非常にね、綺麗に捉えられると。で、冬になると多分、オリオン大星雲なんかも綺麗に捉えることができるんでしょうが、今の時期オリオン大星雲を撮影できない時期なので、その画像のデータの公表はありませんでしたけれども、多分、冬になればね、それが出てくるでしょう。それから、馬頭星雲なんかも多分、冬になれば、このシースターのナローバンド系、 デュアルパスフィルターで綺麗に捉えることができることになると思われますね。今は夏の星雲がメインですから、やはり日型星雲、三列星雲、そして三日月星雲などが画像として公表されていましたね。はいえ。どんどん期待値が高まるスマート望遠鏡。ベスペラもどんどん進化しているし、シースターも次々と新しい 情報が公表されてきているしということです。そして明日は7月ですから、バオニスが新しい何か情報を出してくるんではないかなと思われますね。今日30日でベスペラの新しいナローバンドデュアルパスフィルターが発売になるんですが、明日またバオニスから何か情報発信があるのかもしれませんね。 それにも期待したいところです。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。